とにかく思い切ってぶつかるよ。このカリンに勝てると思って。なかなか鋭いじゃねえか、お嬢ちゃん。いけませんな。神聖なる学び屋の前で女子高生を誘惑しようなどとは。女の子を口説くならもう少し気の利いた言葉でないとね。あーい、どなたですの？ここにまで化け物が。なるほど、騒がしいと思えばこういうことでしたか。あ、島津先生、稲月先生も。手間が省けたというところですわね。あなたは卵は南高校の。そうです、話さなきゃいけないことがあって。眠り病についてです。眠り病？まさか原因が分かったの？原因の究明というより、それを仕向けているものが分かったのですわ。そこの下品な化け猫のお仲間ですけどね。仕向けている？あの病は人為的なものだと？よう、よう、いきなり出てきて人の獲物にちょっかい出してんじゃねえぜ、おっさんよ。人が話している時に態度の良くない化け猫ね。正義感ぶって余計なことに首を突っ込むと痛い目見ることになるぜ。正義や悪は関係ありません。教え子たちを守る、それは教師の務めです。島津先生、守ってもらうほど私は弱くありませんことよ。
大人の言うことは聞くものよ。では、秀夫先生。行きますぞ、京子先生。しゃらくせえんだよ。私たちね。無益な戦いですが、仕方ありません。開始、開始、ビデオ先生、あまり長引かせても。そうですな、終わらせましょう。行くぜ。めん。後手に回ってしまいましたわね。立派ですわ、秀夫先生。年甲斐もなく頑張っていますよ。うめん。やられたりしないよね。意地を張らずに変わればいいのに。
れも修行だよね。そう取れなくもないですわね。神月家にとって勝利とは日常。私ですか？さあ、診察してあげましょうか。まだまだ若い人たちには負けません。どうしよっかな。
なんという悪辣、なんたる非道。そしてなんと卑怯極まりない。拙者も助立ちいたす。なんだなんだおめえらはよ。君たちは一体。その赤い道に武神流忍術の使い手ガイですわね。さよう、今はの雷蔵殿に会いに参った。義によってこの場は助立ちいたす。武神流？武神流忍術、雷蔵校長からお聞きしたことがあります。人の世を乱す者現れる時、武神の影あり。よくご存知ですわね。今和の流忍術と並び、古来より現代に伝わる流派の一つ。その武神流が現れたということは、それだけこの世が乱れているということなの。あなたも。我が名は忍者コマンド翔、同じく武神流を継ぐ者だ。なんだか知らねえが、雑魚が増えただけかよ。めんどくせえ。面白くねえんだよ。面白くない。戦においてかようなものは関係ござらん。勝利か敗北か、生きるか死ぬかのみ。いざ参られい。任され。拙者が活路を開く。何事も初手が寛容、抜かるな。いや、無心旋風じゃ。ふわー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 。これぞ無心流。間合いが近い。戦いは避けられぬか。あまりに稚拙な攻め、強靭すべし。
努力します。毒の爪でくたばりな。長期戦になったらまずいかも。これも戦なり。悪く思うな。ではこれにてごめん。行きますわよ。しょうがねえ、相手してやるよ。ここが正念場だね。頑張ってよ。人様の迷惑も考えろや。私ですか？
話し合いはできそうにありませんね。ビデオ先生、ついてきて。そういう性派遣タッチエンビデオ君、ごめん、八つ先決定だぜ。武士の湯紛れもなく世の律を乱す悪でござる。武士の湯忍術、奥義武神の力、今見せる無双連覇武神旋風逆必勝必滅、それが武神の戦なり。行くぜ。任されますわ。俺を殺せんのか？次はあなたですわ。何もってね、今はよそうよ。薄汚い異業風情が己の所業を恥と知れ。ゲスメがいねえ。
娘、六本木に行け。そこにうぬが会わねばならん男がおる。
Thank you.